7412の充電式ミニドライバーのレビューをお送りします。皆さん、ネジに穴開けてネジを止めるときに穴開けてビットを交換するのはめんどくさくないでしょうか。今回はパナソニックさんが作られた商品番号 EZ7412 の充電式ミニドライバーのレビューをお送りします。こちらのいいところは充電形式がマイクロ USB になってます。本当は USB-C の方がいいんですが、で、ビットがいくつかついてて、こちらで締める、こちらで逆回転をします。電気は押してる時だけつくというタイプです。それじゃあ実際にやってみましょう。まずは従来通り穴を開けます。本来ならここでビットを交換するのはめんどくさいんですが、そのまんま使います。パワーはそんなにないんですが、インパクトと違うドライバータイプなので、ネジ穴を悪くする心配もありません。以上です。なかなかいい商品だと思います。詳しくは概要欄にリンクを掲載しておきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。